はい、それではやっていきましょう。続きをね。私らにとっちゃうまくいかないもんで、敵が見事に陽動に引っかかっちまいやがった。まがいものだけでできた私らの基地は、規模だけから見れば、オーシア空軍の反撃の要みたいに見えたからな。毎日毎日、すごい。毎日のすげえ爆撃の音。敵がここを叩こうと真剣になったら、叩かれて出る損害なんかありはしない。バンカーに並べたハリボテと、因数外の懲罰兵の命。それくらいさ。ダミーを作ろう合間に本当に飛べる機体も組んでみたが、ちょっとは反撃しなくちゃ本物の基地らしくないと思ったやつが司令部にいたらしい。確かに。幸い搭乗員はそこそこいた。懲罰部隊に落とされた罪の深さと作戦機を操縦する腕前は関係ないらしい。操縦の腕前はいいんだが手癖の悪いやつ。博打しか頭にないバカ。根性ないくせに政治犯気取りのやつ。そんな連中に操縦桿を握らせて迎撃戦闘だ。毎日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 。そら、今日もまた新入りが放り込まれてきた。こいつは何をしでかしたんだか。私の父さんはオーシア空軍で死んだ。敵に包囲され撤退する友軍の、その撤退援護は危険な任務だ。これに志願した英雄的な連中がいた。だが本当に難しいのは、この英雄的な伝言を無事に撤退させることだ。父さんはこの任務に就いた。そして諦めた。遅すぎたと判断したんだ。誰しもが同じように考えただろう。戦後父さんの最後の様子をうちに伝えに来た父さんの戦友が言っていた。次に撤退戦を経験したとき、父さんは伝言に志願した。大バカ野郎だ。そして死んだ。やはり誰の援護も得られずに。私はこの話が大嫌いだった。なんて惨めな死に方をしたんだと、父さんのことを惨めに思ってきた。最近この基地に懲罰部隊に放り込まれてきたやつについて噂を聞いた。こいつの罪ときたら、なんとその手でハーリングを殺したんだそうだ。前の戦争の時のオーシアの大統領。私がこんなところにいるそもそものきっかけ、じいちゃんが自前で超音速機を作ろうとした理由、父さんがあんな死に方をしたあの戦争の指導者がハーリングだった。私はこの新入りに礼を言うべきなんだろうか。いや、虫図をこらえきれないのはこの誰もが誰をも信じない腐った空気だ。諸君らに自覚を促すために特に伝える。本日東大へ移送されてきた新入りは国際停戦監視軍の軍事法廷による有罪者。その罪は重大。なんとハーリング殺しだ。タックネームはトリガー。我がオーシア軍第444航空基地機構隊に本日付で所属となった彼だが、その存在は一個のシンボルたるに過ぎない。ハーリング殺したるか否かの違いはそれほど大きくはない。諸君らもまた何らかの罪により服役中の身である。諸君らには自ら犯した罪の償いをする義務がある。当隊には搭乗員資格者が複数いる。このため司令部は不足する戦力に充当するため、諸君らを用いてワイアポロ山脈への偵察飛行を行わせることを提案してきた。だが長官はこれを拒んだ。諸君らの罪はこの基地にあって償われなくてはならない。ここは敵の攻撃を吸引するためのおとり基地だ。諸君らがここでおとりとなり敵の攻撃を引き受けることで、我が軍の反撃主力は無視のまま準備を整えることができる。爆撃です。兵を止めろ。いつものやつだ。この僻地ザップランドまで暇なやつだ。さて、何機かスクランブルしてもらわなくてはならない。ダミー滑走路の上空に航空機を確認。形の上だけ揚撃機が上がれば十分。廃棄寸前だが、まだ離陸できる機体を何機か用意した。
今回も重罪の者からこの任務に当たってもらう。まずはハーリング殺しのお前からだ。敵爆撃機の撃墜までは期待しない。この地から妖撃機が飛び立った事実だけを敵に見せつければよい。なるほどね。さあ、じゃあまた迎撃ミッションか。となると早い機体がいいんで、ここはね、最速のミグを選択しましょう。ミグ31フォックスハウンドはね、めちゃくちゃ早いんで。囚人ども、仕事の時間だ。直ちに任務に取り掛かれ。従えトリガー、滑走路へタキシングしろ。高度計を確認し、滑走路手前で待機。コントロールタワー、できればこちらからにしてもらえないかな。レアエイド、おいチャンプ、こちらコントロールタワー、離陸許可は出してない。命令を守れ。うっしゅー。離陸準備中の機はスペアエイドに注意。強引に離陸しようとしている。さて、一番機は僕でいいかな。空に上がってみれば自然と決まるんじゃないの。良いことを言う。トリガー、お前のコールサインはスペア15。それがお前の空中での囚人番号だ。これから欺瞞妖撃を開始する。スペア15、たった今滑走路が開いた。離陸を許可する。急げ。血が騒ぐぜ。スペア15、離陸を確認した。高度制限を解除する。行ってこい。ミサイルは撃てないのか。 FCS をロックしている。くそ、こいつはすごいね。ちょうどいいハンデだ。囚人は自由に撃てない。ボールペン一本だってな。来たぞ。はい、ミグ上がってきた。奴はハーリングにきっちり2発ミサイル撃ち込んでる。すごい戦闘機の数。さすがだな、情報屋。情報に行ってないと真空な今の戦争は。はしゃぐな囚人ども。新しい人殺しが来て嬉しいか。こちらバンドック、スペア15、俺が監視役だ。先ほど滑走路を攻撃した爆撃機が再度爆撃するため戻ってくる。どうせダミーの滑走路だ、構わん。お前らはせいぜい空中を賑やかせ。この基地に戦闘機がいると見せびらかせ。誰かタバコ余ってないか。あとでくれ。撃墜されても構わん。罪を償うチャンスだ。ありがたい。もう一つだ。作戦区域から離脱する者は対空射撃してくれ。いて、やるじゃん。やる気が出ないな。これは対戦下だ。俺が全部ハリボテって、それはでも分かんねえね。ハリボテの敵がいいのか。まずい、敵の攻撃が完成と直撃。目、おい、なんだこの揺れは。おい、煙が上がってるぞ。これ以上敵を近づけるな。本当だ、燃えてる完成とか。全て落とすよう命令しますか。司令、マッキンゼ司令。クソ、スペア隊、よく聞け。爆弾を抱えた連中を全て撃墜しろ。やったぜ。ウェポン作り、光線を許可する。殺してこい。それを待ってたぞ。変えなくちゃな。トリガー、どっちが先に復活するかの勝負。ここは超発部隊だ。カメラがいつ死ぬかは俺が決める。さて、じゃあ僕が指揮を取る。カキ、援護しろ。誰が嘘つきの指揮を取るかよ。さて、爆撃機迎撃しに行くか。 LAA も積んでるからね。
フー。まぶい。ギだけエースがいるでしょう。ヒットしただけか。ユキシスコアはいただきだぜってやつ。あと何機だ。てかまだいっぱい来るんだよな確か。次地対空ミサイル撃ってるな。まぐれではない。ターゲットの破壊に集中しろ。了解。マジか。これとな、背中に注意しろ。お前が帰らねえ方に待機かけている。スペアセブン、黙れ。お前かよ。引き金を引くのに口を動かす必要はないはずだ。なんてやつだ、俺が死ぬな。そう。風船は。やべ。いやめっちゃ爆撃機が侵入してる。どこにいるのこの爆撃機。あ、いた。ん？あれか？ジェット機だから速いのかこいつら。
どっちなんだ、やれって言ったりやるなって言ったりやりすぎだって言ったり。ちょっと戦闘機も落としたいんだけど、OK、よし、いけいけいけ、リロードリロード、よし、嘘でしょ、飛行不可能でしょ、待て、くそ、早い、よし、オッケー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 、最後の攻撃を撃墜丸裸だよ、仕事が早くて何よりだ、でしょ、トリガーがやってくれるって楽でいいんだ、伯爵様もハーリー殺しには勝てないようだな、すべてのターゲットの撃墜を確認、よし、ハーリング殺し生きてるな、今晩は俺のおごりだ、黙れスペア隊、死後はやめろミッションコンプリート、RTB、 トリガーは生き残ったか、悪運が強い野郎だ、スペアセブン、賭け対象が着陸で死んだ場合はどうなる、あんたの勝ちだ、なんだまだ諦めてないのか、確認しただけだスペア15、こちら管制塔、機体の着陸チェックをしよう、墜落されて滑走路を塞がれてはたまらんからな、柄悪いやつらばっかり、着陸を許可する、風の影響はない、このね左側の島がこれ滑走路っていうか本当の滑走路なんだよ、速度が速い、減速しろ、あとは全部アリボテ、いいミッションだった。誰が敵を撃墜しろと言ったか。名誉ちゃんのものは独房だ。出て行け。撃墜しろって言ったじゃん。なんだよそれ。